ということで、今までの答え、星さっきもあちょっと増えたな。ちょっと待って、自分でつけたけれども、まあ英語非常に杖も含めて英語はちょっと苦手な感じがしますけれどもね。まあ、私英語は苦手なんですけど、ボーリングは得意です。はいはい、そうなんだよな。持ってったね、強引にね。もっと英語の話したかった。あと2分。でもボウリングもね、いいよでもせいさんは本当にボウリング前から好きや、半年前からも好きだって言ってましたけど。そうなんです。え、一緒に行ったことはないの？いや、行ってくれない。嫌ですもん。なんでだ、なんで嫌だ。絶対うまいから面白くないじゃないですか。そんなうまいんだ。どれぐらいなんですか、最高スコアは。最高は216出ました、最近。216？はい。え、どれぐらいの周期で行くもんなの、ボウリングって。週に 1,2 回、毎回6ゲームずつ投げてます。そんなに行ってんの？え、何になりたいの？将来はプロボウラーに。ちょっと待って、今何の活動されてるんでしたっけ？生まれ変わったらプロボウラーになりたいなと思ってまして。あ、それぐらいもう好きなんだ、はい、未来の私へ向けて。え、でも 1回につき6ゲームってことは最低何回投げてるんですか？ボウリングって何回投げてる？ かける10なんで。でもストライクとか出せば数は減ってきますけど、はい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 、ペアだとかなりの数を計算できませんけど投げてます。でも大体平均スコアでどれくらい出すの？じゃあ150からの170くらい。それすごいよね、うん、出したことないです、ね、仕事が、ボーリングが好きって言い続けて、とうとう始球式のお仕事もやらせてもらいました。そうなんですよ。嬉しいですね。仕事をしたんですよ。その始球式っていうのはどんなイベントやったんですか、ちなみに。ラジオのイベントで、はい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 、ノーマリーノーズさんと一緒に始球式をやらせてもらって、100人のお客さんの前でボーリングをしてきました。でやっぱりその始球式の時ってやっぱり緊張するわけですか？緊張しますね。もう絶対ストライク取りたいと思って。でもそのつゆさんのポリシーとしてはマイボールとかなんていうの、マイシューズとか持たない。そうなんです。それはなぜ？やっぱりうまそうに、マイボールとか持ってたらうまいのは当たり前っていうイメージじゃないですか。はい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 、だけど普通そうに見えてうまいっていうのが狙いなんで、なんかやらしくなってます。計算です。恋も仕事も計算です。でも一緒にデートでボウリングで彼氏とか一緒にこう行ったこととかないの、デートで？もし私が勝ったらご飯おごってよとか言って。絶対負けるよね。絶対負けるよね、そんなのね。でも大体スペアとかも取れちゃうわけでしょ、普通に。そうですね、ストライクとか取れちゃうわけじゃないですか。はい、はあ、いつぐらいからボウリングはスタートしたわけですか？小学校からずっと通ってます。え、それは何、両親の影響だったりするの？そうですね、多分父がボウリングブームってあったじゃん、昔。あ、昔ね。そうそうそう、その世代ですごく好きで一緒に通ってました。ボウリングの魅力は何なの？そんなにハマる魅力は。嫌だなって思う人を思い浮かべてバーンって回した時のこの快感。大丈夫か、大丈夫か、神様が見てるからね。せっかくの今日とか身も心も綺麗にするって決めたんで、もうそんなことは思わないですけど。いや、そんな二人ですけれども、1回目から半年ぶりに登場してくれましたが、さあ最後にはですね、恒例でございます、似顔絵をね、描いていただこうと思いますが。でもじゅんちゃん絵得意だ。今回はお互いの似顔絵にしますね。あ、いいね、お互い描きますか。いいね。本当にこれ勝手に描いていいんですか？いいですよ。懐かしい、これいっぱい出てくるでしょ。これは私だ。私です。これが第1回目の記念すべき。これ私、これじゅんちゃんいいじゃないですか。よかった、じゃあじゅんちゃんの似顔絵。そこから半年が経って、どんな風に眉毛って書いてるわ。眉毛って書いてるけどね、すごい歴史が詰まってますね、これ。あれ、前回のコメント書いてありますよ。内藤さん、実はすごく汗かいてましたねって。キッキッキッって書いてます。今日も汗かいてますよ。じゃあ、ちょっとね、私も、はい、モニカ親を描いていただいて、お互いの絵にする。じゃあ今日は私、じゅんちゃんの絵を描きます。はい、じゅんの。はいよ。はい、じゃあせっかくだから一緒にね、お互いの似顔を描いていただいて。すごい、話し出してる子もいたんですか。すごいね、センターのね。あ、すごいすごい、いっぱい描いて、でも半年ですよ、あれからね。最後にどこだ。早いですよね。大丈夫、どこどこ。 OK、 そこから言いましょう。はい、はい、まあこれで性格も出たりもしますからね。でももう、2人は仲良しなんで、うん、ね、ね、お互いの、例えば、はい、つねさんが久保純さんをですね、見ますと、例えばどこが一番インパクトあるんですか？やっぱり目と眉毛ですね。おー、純ちゃんの瞳はハーフみたいで、本当だよね。目が、二重の幅が、日本人って、結構小さめなんですけど、純、ちゃんは外人みたいで、目の先から、こう、くって割れてるんですね。だからすごくメイク映えがして、アイシャドウとかの色とかがすごく綺麗に乗ってて、本当に羨ましい。なるほどね。
そのお話を聞いてる時に全く無視して久保潤が一生懸命書いてますけども、めちゃめちゃ褒めてるので私逆にあれなの、久保潤にとって、はい、例えばつえちゃんはどんな風にやっぱりこう映るんですか、なんだろうな、どこが特徴だったりとかするんですか、なんだろうなって早く言ってよ特徴なんだろうな、でもね、ショートカット、ずっとショートカットなんですよね。ほう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 、長いのはあまりしたことがない、ロングはちょっと伸ばしたけど、切るよね、うん、そうですか、そう、ショートカットが似合う子ってやっぱり女の子からすると、うん、憧れ、その憧れっていうか、うん、羨ましいなっていう気がするんで、ショートにはしたことないんですか、久保ちゃんは。中学校ぐらいの時だけですね。あ、そう、うん、怖くて。え、何が怖いんですか。なんだろう、まあもちろん似合う似合わないもあるんですけど、うん、あのセットがめんどくさそうそこあれ、だからロングとショートはどっちが簡単なの。え、絶対長い方が楽ですよ。そうなのか、短いと本当にそっち美容院に行って、あ、そうだね、ケアしないと伸びてきた。僕もあれですもんね、この髪型でも月に2回いますからね。え、そんなに。月に2回行ってますよ僕。どこなん、え、どこにいるんですか。月に2回行ってえ、まさかトリートメントもしてない、してない、それしないけどねうん、いいですよ。さあ、ここからね、じゃあちょっとテンポ上げていただいて。そうですね、そうですね、はい、すいません、ちょっと集中しすぎました。いいです、いいですよ。月に2回行くのよ、これでも。何するんですか。髪の毛を切るんです何するんですか。ハサミでですか。これね、あの僕の知り合いの美容師さんはバリカンで切ってくれるんですけど、もう座った瞬間にもうバリカンのスイッチが入ってるわけですよ。もう何にもね、怖い怖い、もう本当にすごいですよ、あの才能は。できちゃった。ちゃった、はい、はい、じゃあそれぞれ出していただきましょう、せーので、はい、はい、ほうほうほう、アーティスティックだよ随分と久保潤が描いた目ちっちゃ確かにな、目小さくなってるな、丸い、丸いな。これでもテレミーのポイントはこのほっぺなんですよね。ほう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 、おでもこんなに目がちっちゃいぞこれ。ごめんごめん、いいじゃないいいじゃない。私純ちゃんの目めちゃめちゃ太いなのに眉毛めちゃ太いけどな、まあね、ひどいこんなに太くないよ。でも特徴ちゃんとね、伝えておりますけれども、純ちゃんの大好きな靴も、はい、じゃあこの、あ、靴もな、靴も今日も可愛いな。そう、今日そうですよ、可愛い靴履いてきました。来年もやっぱりいろんな靴も履いて、はい、どんどん買い揃えたいですか。はい、お、並べたいですね。なるほどね、うん、じゃあ最後にですね、この絵を掲げていただいて、来年の方法をそれぞれで聞いていこうと思いますけれども、はい、久保潤から来年はどんな一年にしたいですか。来年ですか、はい、最近すごく仕事が楽しくなったので、うん、この勢いで、うん、内藤さんの番組を撮りたいと思います。およあげないぞはい、どうぞ、はい、そして、つえてるみさんです、はい、はい、私も仕事も楽しくやってもらってるんですけど、うん、はい、やっぱり私、イコール恋みたいな、そんなイメージをつけていきたいので、恋の方も頑張りたいと思います、はい、実際もうちょもうそろそろ成就するとかあるんじゃないの。あ、決まりますか。ことぶき退社したいです。あ、え退社はできないですけどえ、もうフェードアウトいや、まだまだ現役ですけども、これからね、これからですよね、はい、来年もね、ぜひ頑張っていただいて、またあの一緒にこうお仕事しましょうよ、よろしくお願いします。お願いします、はい、ということで、月1セントラル TV、 今日のゲストは久保潤、そしてつえてるみちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。